理しなくていいんだよ、ラムちゃん。こうなったらヤーメイさんにどっか直接話してきてやる。ちょっと待って、のび太お兄ちゃん。どうした、暴走しすぎ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、春の月16日、さーて今回もやっていきますか。ということで水やりやっていこう。あ、こっちね、私新しく、なんだ、マーガレット。マーガレットもね、植えたんよ。早くできたらいいな。早くできんかな。ちなみに株は一回、全部、出荷した。お金をね、稼ぎよる間に、一回、できたけん、株は一回出荷しました、全部。じゃがいもそろそろできんのかな？どれぐらいなんやろう？まあ、じゃがいもの方が長いのはわかるんやけど。まだか。あ、できたー！じゃがいもができたよ！やったね。ってことは、じゃがいも初の収穫になるわけや、今回。イエーイ。嬉しい。多分、株もまたあっという間に収穫になると思うけど。マーガレットはあれやね。収穫できるようになったら。まあ、人へのプレゼント用って感じかな。あ、でも出荷してもお金に結構なったりするのかな。お、伸びた伸びた。伸びたよ伸びたよ。マーガレット、早く咲きますように。いい感じ。てか結構でかいね。だいぶでかいね。あ、今誰か通ったやろ。ちょい。ランチ、どうも。もう結構みんなね、仲良し度が上がってきているから、よいしょ。いいね、いいね。てか、でっか。てか、早くね、キッチンも作りたいんよね。キッチンも早く作って、料理ができるようにしたいのだけれど。そして、じゃがいもを出荷します。よし。あ、ちなみに、銅鉱石も30個以上、43個集めたけん、これで、ボロのツルハシを、パワーアップさせることが、できるはず。やったね。とりあえずいらんものをちょっとこっちに移していって、置こう。いるのはツルハシと銅鉱石だけかな。あ、でもまだまだちょっと、オープンまでには時間が。お、ドラえもん。なになに？あれ？ドラえもんだ。何してるんだろう。何してるの？やあ！のび太くん、今、精霊呼び出し腕を探しているところだったんだ。あ、そっか。お、なるほど。もしかしてそれが見つかる？そうだったんだ。僕も手伝うよ。ありがとう。のび太くん、君ってたまにいいところがあるんだな。そんなこと言うともう探さないよ。やだな。冗談じゃないか。どうだか？やれやれ。でもちっちゃい腕輪なんてそう簡単に見つかるものかな。あら？のび太さん、ドラちゃん、何してるの？実は今、精霊指出し腕を探してるんだ。うん、どっかにないかなって。そうだわ。それなら私も手伝うわ。みんな仕事大丈夫？しずかちゃんまで、ありがとう。早く集めて帰れるといいわね。ほう、大集合。みんなで何してんだ？それが今、精霊指出し腕を探してるのよ。うん、まあ、頑張ってよ。手伝わんのかい。スネ夫たちは手伝ってくれないの？ごめんよ。今はちょっと忙しいんだ。姉ちゃんやん。え、二人一緒に仕事してるの？もし見つけたら渡すからよ。そんな、どんなのかわかる。じゃな。去ってゆく。あ、ランチ。あれ、さっきもここに来よったのに、また。いて。ごめんね。あー、ごめんごめん、ぶつかっちゃった。気をつけろよ。二人とも平気？てかもう仲間内でハートに色がついてないジャイアンだけなんよね。なんかジャイアンなかなか合わんくってさ。おう、まあな。それより、ランチ急いでてみたいだけど何かあったの？実は。ああ、さっきティラルちゃんに作物の種をもらったから植えようかと思って。ティラルちゃんってどの子やったっけ？雑貨屋の子？ランチくんは真面目だね。あれ？みんなは何をしていたの？実は。ドラえもんが落とした腕を探してたんだ。腕は？腕につけてこうやってこすると。うんうん。腕を。あら？ランチさんが腕につけているものって。え、もしかして拾ってる？え？何？何なの？あ！これは？前
前までつけてなかったやつってこと？じゃあものすごく見返したい。これは精霊呼び出し腕輪だ。どうしてランチがつけてるの？なんだい？何が？この腕輪がどうかした？とぼけるんじゃねえよ。この腕輪どこで拾ったんだよ。また身につける。どこでって、僕が小さい頃おばあちゃんがくれたんだ。小さい頃？ちょっと前とかじゃなくて？まだ僕が赤ちゃんくらいの時だよ。なんだよ、嘘を言ってるんだ。だってそれは僕らんだぞ。そんなこと言われてもあれやないん。多分何、タイムマシーン、おいや、タイムマシーンっていうか、多分時空の歪みみたいなところに、あそこでなんかブワーってばらまいた時に、多分私らがこっちの時代に着くより先に道具だけついとったっていうことやろ。おやおや、みんなどうしたんだい？おばあちゃん。で、それが私がこっちに着くよりもはるか過去やったってことかな。こいつの腕はパスティさんからもらったっていうんだ。本当なのかよ。腕は？ええ、そうよ。大樹のそばに落ちていたのをきれいにして、まだ小さかったランちゃんにあげたの。大樹のごかごがあるはずだわ。でも見た目は明らかに精霊呼び出し腕輪だし。まさか。もしかして嵐に巻き込まれた時、腕輪だけポケットから出て別の時代に落ちちゃったんじゃないかしら。そうか。それをパッチーさんが拾ったんだ。なら、そういうパターンなんや。やっぱり。道具見つけるのって。ということは、あの腕はやっぱり僕たちの。なんだい？君たち、この腕輪が欲しいの？だって。それがないと僕たち家に帰れないんだよ。でも。そうなの？でもこれは大切なものだし。お願い。お願いって言われてもね。ランチちゃん。友達が困ってるんだから、私のことは気にせずあげてもいいわよ。おばあちゃん、僕にとっても大切なものだから。それじゃあ代わりにお願い聞いてくれる？お願い？おう、何でも言ってみろよ。実は僕この間ティラルちゃんに牧場のお仕事を知って立ってもらったんだ。でもお礼に何をあげればいいのか悩んでるんだよね。何がいいかな。ランチが作った作物、かわいいドレス。可愛いドレスは喜ぶやろうけど、多分ランチくんが作ったもんならさらに喜ぶんじゃない？女心的な。それはランチが作った作物がいいと思うよ。そんなのでいいのかな。素敵じゃない。私はとってもいいと思うわ。あ、静香ちゃんはわかる。それだけでいいのかな。他に何かあげるとしたら、綺麗な貝殻とかはどうかしら。そうだね、貝殻か。それがいいね。それでどんな貝殻がいいんだろう。サンゴはどうかな。ティラルちゃんなら好きそう。うん、いいじゃない。でも今僕忙しくて。そうだ。それなら僕が持ってこようか。いいの？それじゃあお願いしようかな。そしたらこの腕はあげるよ。のび太、頑張れよ。よろしくね、のび太くん。みんなは手伝わないよ。お願い。よろしく。うん。わかったよ。サンゴってことは、さて。海辺？今日は僕はお休みの日にするんだ。僕も休んで元気いっぱいにならないと、動物や作物のお世話が楽しくできなくなるからね。よーし、みんな元気で楽しい牧場にしなくちゃ。なになになに、あ、ランチ？なんかめっちゃ走ってった。行っちゃった。追いかけないのは帰ってきた。ねえランチ、今暇。暇そうには見えないな。顔当たるか。そうだ、静香ちゃんと遊ぼうっと。邪魔じゃね、病院だよね。静香ちゃん、病院は騒がない。ちょっとのび太さん、どいて。静香ちゃん、なに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 、休館。静香ちゃんも忙しそうだな。おー、忙しそう。ごめんなさい。また後でね、のび太さん。そんな静香ちゃんもすごく忙しそうだな。ねえ、お、ティラルちゃん。ねえねえ、ティラルちゃん、あのね、今お話ししてる時間がないの。ごめんね。配達を頼まれてて、ごめんね、のび太。そんなにみんな忙しいのかな。うん。だってほら、この町の子供たちは働きすぎって言われよったもん。そうだ、ラムちゃんならまだ小さい子だし、忙しくないかも。ウルさんとユウさんの牧場に行ってみるか。そこまでして遊びたい。ラムちゃん、遊びに来てよ。のび太お兄ちゃん。でも今忙しくて、ラム遊べないの。ラムちゃんまで、どうしてみんないつも忙しそうなんだろう。そんなこと言われても、動物さんたくさんいるし、ラムがいないとみんな寂しいでしょ。
大体ラムさんみたいに小さい子供までこんなに仕事してるのがそもそもおかしいんだ。きっとヤーメイさんに嫌々働かされてるな。違うよ。そんなこと全然ないよ。みんな自分のやってることが大好きで。無理しなくていいんだよラムちゃん。こうなったらヤーメイさんに僕が直接話してきてやる。ちょっと待って、のび太お兄ちゃん。どうした、暴走しすぎ。なんだい。やいやいやーめいさん、やい出てこい。なんだ騒がしいな。もうなんだじゃない。どうしてみんなにそんなにみんなを働かせるんだ。みんな忙しすぎてちっとも遊ぶ暇なんかありゃしない。どうかしてるよ。落ち着きなよのび太くん。どうしてと言われてもな。他の頃は好きでやってくれてるし、この町では子供は年上のために働くものだ。昔からそうだし、これからもそのつもりだ。のび太もそこでぼーっと立ってないで、もっともっと働きたまえ。冗談じゃない。僕は僕の牧場が好きで頑張るんだ。ヤーメイさんの言うことなんか聞くもんか。どう違うというのだ。楽しいと思っているから頑張れるんだ。誰かに無理に働かされるなんておかしいよ。ねえドラえもん、何か秘密道具を貸して。あるの、何に使うの。ヤーメイさん、懲らしめてやる。わ勝手にポケット。何かないか、何かないか。なによし、これだ。なんじゃ、なにそれ。えこけたけど何。なんじゃらもんじゃらほにゃらかぴ。なんだどうした、ふざけおって。なんじゃこれは。んなんか踊り出した。あ没収されたよ。それはさっきこれが爆発しただろう。ドラえもん、なんだこれは。これは次元バカ弾と言いまして、爆発すると誰でもバカなことをやってしまう道具でして。何そんなに危ないものは取り上げる。そんな、何ドラえもん、他にも変な道具があるんだろう。後で取り上げるぞ。そんなのび太くん、しっかりしてってば。返してほしければちゃんと仕事をするんだな。ああ寝た。暴走しすぎ。ちょっとのび太くんのせいで秘密道具取り上げられちゃったよ。余計なことしかしない。後のものも全部取り上げられるの。そんな。でも言うて4次元ポケットやけんよくわからんと思うんやけどな。何次から次へと一気に進んで。そうだ、きっとあそこにいるはずだ。何？あ、ネラルさん、こんにち。わあ、どうした？なんか追いかけられてるけど。待ちなさい。お店はどうするのよ、もう。こんにちは。あ、聞いてね。二人とも新しいな。何かあったんだろうか。お、帰ってきた。何だったんだ、一体。ネラルったら、本当にあんなおとぎ話なんか信じちゃって。女神様のこと？どうしたの、エティさん。あらやだのび太くん、恥ずかしいところを見られちゃったわね。なんで？ネラルさん、ずいぶん会ってたみたいだけど、どうかしたの？実は。それがね、あの人ったらまたコロボックを受け出してね。店もほったらかして、まったく困ったものよ。コロモ、なんだって？コロボックルね。絵本なんかに登場する小人みたいな妖精さんのことなの。この町には妖精さんがいるの？まさか。私はこの町で生まれてずっと育ってきたけど、そんな生き物は一度も見たことないわ。でもネラルはコロボクルは絶対いるんだって信じてやまないみたいなの。もうこの際コロボクルでも何でもさっさと見つけて帰ってきてほしいわ。私一人ずっかいはやっていけないもの。じゃあね、のび太くん、私は仕事に戻るから、また今度。めっちゃ怒ってる。え、ネラルさんは仕事はしてないの？エティさん結構怒ってたみたいだ。それにしてもネラルさんはもう大人なのにコロボクルがいるって信じてるんだ。相当あったみたいだし、もしかして何か見たのかな。気になるな。一気にいろいろとなんか進んでいくけれど、あれかな、みんなのこの有効度が今まあ同じぐらいなよね多分。それによるイベントが今立て続けに発生しよるってことかな。まあ、とりあえず私はサンゴを取りに行きたいんよね。なんか速攻で、全然別のイベントが発生してしまったけん、あれやけどさ、ヤーメイさんの。
あれ、どこから行けるんやったっけ？こっちか。ああ。釣りに向いてる季節だし、のび太、今から釣りでもどう？まあ、海の方向には行くんだけど、釣りじゃないんだよね。サンゴを取りに行くんだよね。ザザーン岬。サンゴとか落ちとったっけな。何してんの？おはよう。まだ眠い時間じゃ。グー。いつ見ても眠そうだよ。サンゴ1個でいいんかな。これはただの貝。まあ、とりあえず全部。あ、サンゴあった。あったよ、サンゴ。誰に報告しようか知らんけど。とりあえず見つけたけん、これを、渡しに行きますか。あ、これは、お、梅やって梅、初めてや。なんかこのね、梅も、なんか結構、稼げるみたいなのを聞いたことがあるから、取っていこう。やったね。こんなとこになっとったんや。今まで何回もザザン岬来とったのに気づかんかった。さあ、とりあえずサンゴを2つゲットしたから、ここはどこだっけ？ここはどこだったかしら。え、こっちの方向じゃなくね、来るの。あれ？こっちか。どこだこれ。何ここ？おはよう。のび太、朝早いじゃない。あ、どうも。あ、下の部分出てきたんか。なるほどね。おはよう。のび太くん、朝早いんだね。メラルさん帰ってきたの？早く家に帰った方がいいんじゃないかな。春はいい季節だと思わねえか？まあまあまあ、ポカポカしててね。昼場に集まるのってやっぱり春なんだな。え、でも多分全ての季節に、広場でのイベントはあるんじゃないかしら。さあ、とりあえず。あ、ラムちゃん。のび太お兄ちゃん、ラム朝のお散歩中なの。え、忙しそうだったのに？全然忙しくないやん。とりあえず忘れないうちに、取ったやつを出荷。余って食べた。食べんなよ。はい、出荷。で、カズラがいい。サンゴは出さんように気をつけて、あ、違う、寝ません。これで OK でしょう。さあ、ランチ。ランチ、ランチ。サンゴあったよ。お、いたいた。雨だったら水やりをサボれるのに、とか思っちゃうこともあるんだ。疲れてるのかも。サンゴ渡せばいいんかな。ちょ、待って。はい。サンゴ持ってきてくれたんだね。もらっていいかな。もちろん。ありがとう。じゃあ、作物も持ってくるよ。私が届けるわけじゃないよね。準備できた？うん。今から渡してくるよ。もう行ってらっしゃい。ちょっと待って、僕も行く。なぜ？邪魔じゃない？あら？ランチ来てくれたの？こんにちは。ティラルちゃん。あれ？みんなも来てたんだ。うん。用事があってね。もしかしてプレゼントを、うん、そうなんだ。お、どうぞ。ティラルちゃんがこの間牧場手伝ってくれた俺、よかったらどうぞ。おー、いちごやん、いいね。まあ、嬉しい。これもしかしてランチが作った作物？そんなものしか用意してないんだけど。一番嬉しいわ。おー、よかった。僕がサンゴを持ってきた意味は？ありがとう。サンゴ？あ、もしかしてこのサンゴのび太が取ったの？ありがとう。ねえ。おい。ランチ、腕輪は？うん。そうだったね。はい。でもこれであっさりてくれるんや。赤ちゃんの頃にもらったものを。ありがとう。よし。これで一つ揃ったね。よーし。早速私に行こうぜ。早速行こう。女神様のとこかな。のび太。ありがとうね。まあ幸せそうで何より。よーし。ちょっと使ってみようかな。まあ、ちょっとのび太くん。えい。火のせい。あれ？何も出ない。おいおい。壊れてんじゃねえのか？大丈夫なの？でも。とりあえずビーナさんに持っていきましょう。そうだね。ビーナさんも多分秘密道具はわからないんじゃないかな。おーい、ビーナさん。あ、後ろ姿そういう感じなんや。どうしたの？ほら、秘密道具持ってきたね。ありがとう。でも使えないんだけど。ええ、どうしたの、ね、君たちこれをどこで？うーん、どこって言ってたっけ。
確か大樹のそばで拾ったって言ってなかった？そう。よし！これで元の時代に戻るのに一歩近づいたね。やれやれ。何バカなこと言ってるのよ。こんな普通の電話じゃ力にならないわよ。普通ってどういうこと？だってこれは、ほら、私の腕にも、ほら。あ、同じ。精霊呼び出し腕は？違うってば。これは普通の腕は。だけど、こんなにそっくりなのに。あれ？ねえ、どうしてビーナさんも同じ腕を持ってるの？それは、そんな変なこと？だからね。だってこれ、裏に大樹の絵が書いてある。特別に作られたやつなんじゃないかな。本当だ。なんでだ？実は。これは、私の夫が私と子供のために作ったお電話なのよ。あ、っていうか。そういえばさ、なんかランチに顔似てない？あと髪色とか。子供？なになに？夫だって？そういえばランチのお父さんとお母さんはどうって？ちょっと昔の話になるけれど、私はもともと別の場所にいて、ある理由でこの町に来たの。そこで町で一人の男の人と出会って、そのうち恋に落ちて結婚したのよ。それからしばらくして子供も生まれたの。へぇー。そうだったんだ。でも、80年前、この町には大きな問題があった。それは歴史上最大の大凶作。私の子供や夫、その家族も食料が足りず困っていたの。そこで私は女神の力で胎児をこの地に植えた。それでどうなったんですか？ええ。大凶作は解消したわ。私は大凶作の地に木を植えたことで、女神様と呼ばれるようになった。でも。そのうち、嵐が来た。しかも町が一つ吹き飛ぶほどの。そんな。大樹のおかげで町が嵐に飲み込まれることはなかったけど、大樹の周辺の時空が歪みこの時代に。そんな。その後私たちになったんですね。ええ。そう。過去に息子と夫を置いてきてしまった。二人に会わないと。そっか。ビーナさんが過去に戻りたいのにはそんな理由があったんだね。ええ。そのためには早く力を集めないと。ランチじゃないんかな。そうだわ。あ、君たちの力なのに私自分のために使おうとしていた。ごめんね。黙っていてごめんなさい。なんだよそんなこと。そんな。そんなことって、私は自分が戻りたいからってみんなを巻き込んで。それより。でも俺たちのことも元の時代に戻してくれるんだろ。ええ。それはもちろん、あなたたちも戻れるようにするわ。じゃあ別に問題ないよね。それじゃあ何の問題もないじゃねえか。なっすねよ。そうだね。よし。みんな、ビーナさんのためにも、ビーナさんの子供のためにも、改めて精霊呼び出し腕を探そう。結局これは違ったってことか。絶対に見つけましょうね。ありがとう。そうとなったら、まずその腕を返さないと。そうだ。大切なものだって言ってたし。うん。そうだ、行こう。でもこれは子供の、ねえ、それ、誰が持ってたの？ああ、町にいるランチって男のさ。やっぱり子供じゃない？早く行こう。うん。まさかね。いや、そのまさかやって。ほら、髪色一緒やし。ごめんね。というわけで、これは違う腕輪だったんだ。ごめんね。うんうん。いいんだ。それより本物を探さないといけないんだろ？そうなんだよ。探し直したぜ。そうだ。じゃあ僕も手伝うよ。いいの？僕だけお願いを叶えてもらっちゃったからね。ありがとう。ランチ。それじゃあ。見つかったらまた報告してよね。任せて。お願いね、ランチさん。みんなもあんまり無理しすぎちゃダメだよ。でも早く見つけないと。みんなで力を合わせたらきっと見つかるよ。やれやれ。なくしたのはドラえもんなのに。でもま、一緒に探してやるよ。ジャイアン。みんな頑張ろうぜ。ってことは秘密道具はまた一から探すということになるわけだね。なるほど。つらい。せっかく見つけたのに。サンゴ出荷しておくか。あれ、どこ行った？はい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、せっかく秘密道具の一つがもう見つかったと思ったのに、結局一から。でもランチの秘密がちょっと、なんか、ね、暴かれそうな。秘密があったこと自体知らんかったけど。